ニルス・ダルデルは、スウェーデンのポスト印象派の画家である。セーデル・マンランド県のフレーンのベット名に生まれた。祖父のフリッツ・フォン・ダルデルは、王室の役人で画家であり、貴族の称号を得ていた。若い年齢から、スウェーデン王立美術院で学んだ。1910年頃、パリに移り、シュグリド・イエルテン、アイザック・グリューネバルト、アイナル・ヨリン、レアンデル・エングストロームといったスウェーデン出身の、 モダニズムの画家たちとパリで活動した。当時の若い画家たちに対して、アンディ・マティスラのフォービスムの影響は大きかったが、ダルデルはポスト印象派や日本の浮世絵版画の色使いから影響を受けたとされる。海外も旅し1817年に、日本で画家で日本公使館の外交官の娘のニタ・バーレンベリと知り合い結婚の約束をしたがニタの父親の反対で、 結婚できなかった。1921年に作家のトーラ・ダルデルと結婚し、3人の子供を作ったが1934年に離婚した。1930年以降は日本文学研究者、アイバン・モリスの母親で作家のアイラ・モリスと関係があったとされる。こういう関係には、スウェーデンのバレエのスポンサーとなったロルフ・ド・マレがいて、 バレエのセットから着想を得た作品も見られる。両性愛者であったとされる。ニューヨークで心臓麻痺で死去した。ありがとうございます。